ナム3区は中華人民共和国関東省新鮮市に位置する四つ区。新鮮市の南西部、新鮮湾に面しており、市内に蛇口港を有する。香港、マカオ、司海市との玄関口となっている。戦士時代には、現在のナム3地域は百越地だった。新大では南海軍の番具県に属した。初期は南越国の南海軍の番県に属し、 武帝時代は南海軍の広白県属していた。東進の間は6年に南海軍から東関軍まで宝安、京、姉などの6県はすべてここに当てはまり、中心部は南頭に置かれた。南北朝時代では、南武山地域は宝安県に属し、東関軍に属していた。隋は宝安軍に属し、甲州総管府に最初に属し、その後、 南海軍に属していた。当の死徳2年、宝康剣は南頭から遊城に移され、その後、宝康剣は東岸県と解消され、南武山地域は東岸県に属し、甲州都府に属した。五代十国時代の工領の時代は、東岸県に属し、南関では、京王府に属していた。僧の開けたから5年には、甲州中都の上に、増上県に属していた。 翌年、トンガン県を復活させ、トンガン県に属し、甲州中都に属した。元朝には、南山地域はトンガン県に属し、甲州路に属していた。明の万歴元年は、トンガン県が新安県を分割し、県庁は南山地域の南東古代都市に位置していた。南山地域は新安県に属し、甲州の州に属していた。 清の後期5年から7年の間、清の解禁によって、沿岸の新案県の移転協会が設置され、東岸県に移転された。南山地域は、東岸県に属し、広州に属していた。後期定は8年間、移転命令を廃止され、新案県の設立が再開された。中華民国元年、南山地域は、新安軍に属し、関東省に帰属する。 中華民国3年1月、新安軍は、河南省新安県と同じ名前で、関東省に属する南山地域である宝安県に、改称された。その後、関東海道、関東省、公衆行政評議会、中央地区リハビリテーション管理委員会、中央地区、第1区、第4区、第2区行政観察官事務所など、様々な行政区が設立された。 ナム3区は、いくつかの町や村を除いて、1970年代後半から、急速に発展する前は主に農村地帯でした。今まで1700年近くは宝安県の群長、所在地が群内にある町であった。1983年9月、南柏区が設立された。1年も経たないうちの1984年8月には、港に近い蛇口は、 南山とは別の地区として分離されたが、1990年9月に再び2つの地区が統合され、現在の南山区がようやく形成された。20世紀末の南山区では、国内の他の地域からの大量の移民が移り住んできて、元の町の多くは開発のため改築された。その後は都市として知られるようになった。 テンセント、ZTE などの中国国内の大手ハイテク企業、とりわけハイテク企業は、ナムサンクに本社を持っている。百貨店チェーンのレンレンルもナムサンクに本社を置いている。ナムサンクは、新鮮のハイテク産業拠点であるゆえに、管轄区域には、科学技術公園、リュウシェンドン工業団地、その他の大規模なハイテクパーク、多くのハイテク企業がある。ナムサンクは、電子、 繊維印刷、染色、港湾倉庫、不動産、電力、観光、食品、機械加工、バイオエンジニアリング、新素材など、多様な産業システムが形成されている。ありがとうございます。